どうも、ビハイア株式会社の清水です。これはですね、うちが新しく始めた SEO サービス、アニメ、ゲーム、漫画専門の SEO サービスについて語りたいと思います。うちの SEO サービス、最強なんですけど、その最強の理由が10個あって、その最強の理由の10個の1個目を語る動画です。最強の理由の10個はですね、10個の最初の理由は、あのこれはうちのホームページなんですけど、 グ、えーグルが一番喜ぶ定期的に更新を実現するというふうに書いてあります。で、何が、なんでこれが最強なのかっていうと、あの、グーグルが一番喜ぶこと、SEO の基本って要するにグーグルに喜ばれることなんですけど、グーグルが一番喜ばれることっていうのはどういうことなのかっていうと、まあ、人が求めてるあの、検索して人が求めてる情報を人に届けるっていうのが一番いいんですね。だから、うん例えばアニメ、求人っていうふうに書いたら、 アニメ求人、その人が求めているアニメの求人情報が一番、まあ、ベストで届く。これが一番 Google が望んでいることです。で、ということは、あのー、適切な情報じゃないとダメなんですよね。で、適切な情報っていうのはどういう情報かっていうと、やっぱり新しい情報の方が可能性が高い。まあ、例えばショーペンハウアーとかアダム・スミスとかそういうのを検索して、 えー、まあ、なかなか新しいの出てこないかもしれないですけど、アニメとかゲームとか漫画の求人情報だったら、やっぱ新しいのじゃないとだめだしで、そういうのを定期的に更新していくっていうのが、実は一番難しくてできないことなんですよね。まあロボット、グーグルが嫌う方法で、ロボットみたいなやつで自動的にコンテンツを生成してっていうスパムみたいなのはありますけど、まあ、そういうのは基本的にグーグルはもう見抜いて、すぐにリンクから削除されちゃう。 でもあの、じゃあ人間がきちんと、えー、毎日書き続けるって、これ日記でも大変ですよね。ツイッターとかフェイスブックに今日何食ったとかあれ面白いとか書くぐらいだったら楽かもしれないですけど、グーグルが評価するような1000文字、2000文字ぐらいのコンテンツを毎日書くって、これ大変なんですよ。まあでも、あのうちはそれができますよっていうことで、定期的に、まあ、それは週1なのか、えー毎、営業日なのか、毎日なのか。 それとも365日、あの、2個ずつ3個ずつ、えー、年間1000個以上書くのか。まあ、それは料金プランによって変わるんですけども、定期的にちゃんと更新するっていうのが Google にとってすごく評価されることだっていうふうなことで、それを実現するのがうちのサービスです。まあ、なんでアニメゲーム漫画業界だったら、SEO、うちのサービス頼まないと損だぜってことです。2に続く。